この作品を出そうとしてたんですね、うん、これはお母さんベルトモリドの、うん、で、これがあのお姉さんの絵泊まですよ、うん、一緒に絵やってたね、うん、自分のお母さんとお姉さんを描いた読書とか朗読とか言われてる作品なんだけどこれなんかいまいちかもしれないっつってで搬入する直前にね「真姉先輩ちょっと見てくれませんか」っつって、うん、あのー、言うんですよ。うん、で、マネ先輩、うん、よっっしゃーっつって <laughs> モリドの家行って、て、て、見お母さんもいてこれねあのポイントなんだけどやっぱりいいうちの子だからこのモデルの時とかも,なんかもう必ずお母さんついていってるんだよね。 でマネ先輩が来て絵を直すって時もお母さんは横で見てて,って言ったらマネ先輩はじめはなんかこの辺をちょっとこういうふうに影けつけたらいいねとかってやってこう自分でこうやってくれてたんだけどだんだん今日が乗ってきちゃってバリ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 描き直し始めちゃって。<laughs> 別物になっっちゃったと <laughs> でウェート・モリソンどうしましょうって,ってねてお姉さんに書いた手紙から「もう私の絵じゃなくなっちゃった」と「<laughs> だけど何しろまねにやめてくれとも言えないし今日明日出さなきゃ提出しなきゃいけないのにね今更さ直すこともできないしどうすればいいのかしら」っいって「一サロンでね落選してくれることだけを願っています」 で手紙を書いてんだけど <laughs> 入選しちゃうんだよ <laughs> それで「困った」ってどうしましょうどうしましょう」うししょうって言ってたんだけどまあ意外にみんな、あのー、そんなにこれマネだろうとかあんまりそういうひどいこと言われなかったとで私に気遣ってくれてるんだと私が後悔しないようにねみんな気遣ってくれて好意的なことを言ってくれますって,言って手紙に書いてんだけど。笑,だから笑うのが もちろん「土菓子だけは例外ですは私のすること全てが気に入らないのです」って <laughs> 土菓だけが辛口なんですよ」なんですよ。まあそんな <laughs> ひどいわっていう「ひどい私じゃなくてエヴァを弟子にするなんてひどいわ」って全部書きほとんど書き直しちゃうなんてひどいわなんてことあるんだけどそれでもやっぱり真似をしたい続けてて。 でこうお互いにこう影響を与え合ってるんですよ。うん